西永修一は日本のプロレスのレフェリー。かつて小橋健太のマネージャーを務めていた。弟の西永貴文は劇団猫魂を主催。1990年8月20日、全日本プロレスの埼玉県蓮田市黒浜中学校前特設リング大会における桃田光雄 vs リチャード・スリンガー戦でレフェリーデビュー。以来、上樋口や和田恭平の流れを組む軽快なフットワーク、正確なレフェリングから選手からの信頼は厚く、ノアに移ってからは、GHC ヘビー級選手権試合をはじめとして、主にメインの試合のレフェリングを担当している、事実上のメインレフェリーである。また、チーフレフェリーの福田昭彦同様、時たま選手により、場外に投げられたり、突き飛ばされることがある。2006年3月5日に行われた日本武道館大会は、力子武に突き飛ばされ、小川義成に蹴られ、鈴木実に叩かれ、秋山仁に場外に投げられて、翌日首と腰を痛めた。堂々たるレフェリングをし、和田恭平のように3カウントのタイミングが1回1回変わることが少なく、メインの試合を担当することも多い。ただし、小橋健太がコーナーポスト付近で行う恒例のマシンガンチョップに、対し5カウントを取ることがなく高山義弘が解説で、ジャッジが不公平だと指摘している。場外に出た選手に対しても20カウントを数え始めるのが、レフェリー陣の中でも最も遅く、後楽園の場外戦がほぼ恒例行事のようになってしまうこともある。2008年より中田龍が統括部長に移動したため、西永は後任として障害部長に就任。2013年3月より統括部長に就任している。普通、テレビ放送においてレフェリーは、名前で呼ばれることはほとんどないが、日テレ G におけるノア中継では、日テレアナウンサーの大半がレフェリーではなく、西永と実況することが多い。2015年5月24日、メキシコシティのパラシオで、ロスデポルテスで開催されたトリプルAルチャリブレワールドカップに日本代表レフェリーとして出場。2試合をさばいた。メキシコでのトリプルA主催大会をさばいた初の日本人レフェリーとなる。2016年6月3日、5日に開催された第2回目となるトリプルAルチャリブレワールドカップにも日本代表レフェリーとして出場。選手入場式では日本人チームの旗手を務め、メインとなる決勝戦のレフェリングを担当した。2018年1月より、ヴィーナス東京とマネジメント契約を結び、同社が主催する食いしん坊仮面興行にも、レフェリーとして参加。楽しい試合にも順応するなど振り幅の広いレフェリングを見せている。現在ノアでは中盤の試合を担当している。ヴィーナス東京。ありがとうございます。